さあ、それでは金子選手への質問です。はい、まずはですね、埼玉県狭山市にお住まいのラジオネームリサクチさん、盗塁を獲得本当におめでとうございます。厳しいマークをかいくぐって華麗に盗塁を決める姿が本当にかっこよかったです。いつもとっても仲良しで相思相愛な源田選手がこの度結婚されましたね。以前幸せが欲しいと言ったことからファンを大いにざわつかせた金子選手ですが、そんな金子選手が今一番幸せを感じるのはどんな瞬間ですか。私はいつも大好きな金子選手の存在に幸せをもらっていました、というふうにいただきました。はい、金子選手が今一番幸せを感じる瞬間を教えてください。幸せを感じる瞬間ですか。今ですか。今、はい、このシーズンが終わって。そうですね。いや、もう練習が終わって家に帰って、あのソファーにボーンってした時今日も終わったみたいなゆっくりできるみたいな、はい、感じですね、はい、やっぱりこうソファーにボンですか。ソファーにボンですね。あとはもうベッドに入った時もすごい幸せなんですけど、その、うん、なんかその2つかな。ソファーかベッドにドンっていった時が一番、うん、ゆっくりできるって感じ。あ、そうですね、はい。まあ、シーズン中なかなかね、こう続けてこう自分の時間を過ごせる日っていうのは少ないと思いますけども、はい、またこの、まあ、この秋季キャンプが始まる前の時期というのは、まあ、なんかどうでしょうかね。あの、こう普段やれなかったことをちょっとやったりとかっていうことはあるんですか。あの、まあ、しばらくはちょっとゆっくりして実家帰りましたね。あ、そうなんですか。はい、うん、今日は例えば、まあ、午後ね、まるまる多分時間が空くと思いますけども、まず帰ってソファーにボンで、その後はどうするんですか。はい、ソファーにボンで気持ちよくお昼寝して、なんか夕3時4時にアイス食べてあ、アイスアイスかなんか甘いもの食べて、あ、甘いものね、はい、で寝て晩ご飯食べてテレビ見てみたいな感じですね。普通の過ごし方ですね。はい、それがいいっす。あ、そうですか。はい、もうこの質問ね、非常に多いんですけれども、ちなみに、神奈川県横須賀市のレオさんをはじめたくさんの方からいただいた金子選手への質問です。最近源田選手が結婚されましたが、どう思いましたか。寂しいですか。どのように報告されましたか。あの、別に、あのね、あの、すごい、ね、勘違いされてるんですけど、あの、僕と源田選手は付き合ってるわけではないので、あの、はい、普通に仲はよくしてますけど、あの、普通に友達が結婚したようにと、皆さんの友達が結婚した時と同じようにおめでとうって思ってますし、はい、その皆さんと同じような気持ちだと思うんで、寂しいですかと言われたら、別に源田が結婚したから寂しいというよりかは、やっぱりその悩んですごく既婚者の方が多いんで、独身がもうなかなかいないということに対して寂しく感じます、はい、だから、あの、特に皆さんが思ってるほど何も思ってないんで、あの、心配しないでください。そうですね、はい、源田選手本人からは、あの、どういった形でこう報告が、報告というか、どうだったんですか。まあ、普通に結婚しますと、うん、言われます。はい、それに対して金子さんは、ああ、そっか、おめでとうですね、しかなくないですか。なんでやねんとか言わないでしょ。そんな言わないでしょ。でも、まあ、あの、どうですかね、こうちょっとこう羨ましいなみたいな、そういうところはありますよね、やっぱりね。いや、あの、羨ましい、まあ、別に自分は自分のタイミングで、自分がしたいと思った人としたいタイミングでするんで、うん、別に
ね、それぞれ人それぞれ違うと思いますし、うん、僕が独身だから寂しがってるんじゃないかとか特にそういうのはないんで特にそういうのははい、はい、あの普通にちゃんと応援したいと思いますし、はい、あのただまあすごくね有名な方と結婚されてるんでね、あのいいなと思いますね。そうですか、はい、じゃあ最後の質問です。まあのね、今実家にも帰られたという話を伺いましたが、実家の可愛いワンちゃんのお名前とワンちゃんとの思い出を教えてください。猫派じゃなくて犬派なんですかという質問もたくさんあの実はいただいております。まあ、金子さんは、まあ、チームの中ではね、あの、まあ、金子で猫というふうに言われることが多いと思いますけども、はい、まず犬派猫派はどうでしょう。実家が犬飼ってるんで、うん、プロ入るまではずっと犬派でしたね。犬の名前は五右衛門って言うんですけど、はい、これまた日本的な名前で、はい、柴犬なんで、ああ僕がつけたんですけど、あ、そうですか、はい、はい、あのいつも実家帰ると遊んでます。あ、結構じゃあ金子選手にも懐いている。でもやっぱりなかなか実家にいる時間すごく少ないんで、帰るとわーって来てくれるんですけど、誰か分かってんのかなみたいな感じでは思ってますけど、あ、まあでも、まあ、かわいいっす。あ、五右衛門とは何年ぐらいの付き合いですか。五右衛門はもう僕が大学生の時に来たんで8年ぐらいですかね。8年9年ぐらい。結構長い付き合いですね。そうですね。でもプロ入ってからやっぱ会う回数少ないんで、実家帰ってる時しか会えないんで、よく家族が写真とか送ったりしてくれますけど。あ、そうですか。はい。五右衛門の一番可愛いポイントはどういうところですか。五右衛門ですか。全部す。もうあのみんなね、あのペット飼ってる方もみんな中あのペット可愛いと思うんで、同じように。五右衛門かわいいっす。はい、五右衛門っていう名前がポイントですね。あ、なるほど。じゃあもう実家に帰ったらまずこの五右衛門っていうことなんですね。そうですね。癒されますね、本当に。あ、そうですか。はい。じゃああの本当にあの五右衛門も喜ぶプレーをまた来年ね。はい。期待しておりますね、ファンもみんな。はい。はい。ありがとうございます。あのいい秋を過ごされて、また来シーズン、はい、素晴らしいシーズンになることを祈りしてます。はい、ありがとうございます。頑張ります。